エミリオ・ボティン・サンス・デ・サウト・オライ・ガルジア・デ・ロス・リオスは、スペイン・サンタンデール出身の銀行家。デウスト大学出身。サンタンデール銀行会長。サンタンデール銀行の会長職を引き継いだ当初は、スペインに、いくつもある規模の銀行に過ぎなかったが、ボティンの在任中に、スペイン最大かつ、ヨーロッパ有数の銀行となっている。1934年、エミリオ・ボティンは、 カンタブリア地方のサンタンデールに生まれた。二人兄弟の二番目である。アステリアス地方の基本にあるイエズス会のインマクラーダ学院で学んだ後、バスク地方のビルバオにあるデウスト大学で法学と経済学を学んだ。52歳だった1986年、ボティンは父親からサンタンデール銀行の会長職を引き継いだ。1993年にはバネストを 九州合併し、1999年には、セントラルイスパの銀行と合併して、サンタンデールセントラルイスパの銀行に改称した。この合併によって、スペイン最大の銀行となり、セントラルイスパの銀行出身のホセマリア・アムサテギが2002年に引退するまで、アムサテギと共同で会長を務めた。2004年には、イギリスのアビーナショナル銀行を買収し、 時家総額においてヨーロッパで2番目の規模の銀行となった。ボティンは会長でありながら定期的に支店を訪問することで知られていた。2007年には名称をサンタンデールセントラルイスパの銀行からサンタンデール銀行に戻している。アメリカのグローバルファイナンス氏は毎年バンクオブザワールドを選出しているが、 ボティンが会長を務めるサンタンデール銀行は2012年までの7年間で3度もバンク・オブ・ザ・ワールドに選ばれた。ボティンは2014年9月9日にマドリードで死去した。死因は心臓発作。79歳だった。娘のアナ・ボティン先祖にはアルタミラ洞窟の発見者となったマルセリーノ・サンスデ・サウトラがいる。 父親は1903年1月18日生まれのエミリオ・ボティニー・サンス・デス・サウト・オラであり、母親はアナ・マリア・ガルシア・デロス・スリオ・スイカリエールである。ボティンはピアニストのパロマ・オシェイと結婚し、6人の子供をうけた。娘のカルメン・ボティンは1988年にプロゴルファーのセベバレス・テロスと結婚したが、2004年に離婚している。 弟のハイメ・ボティンも銀行家であり、1990年代には兄が会長を務めるサンタン・デール銀行の副会長を務めた。ハイメ・ボティンは美術品収集家としても知られており、パブロ・ピカソのほつれ紙の女性などを所有していたが、2017年9月12日には、この作品を違法に輸出しようとしたことで起訴され、この作品はスペイン当局に没収された。 バッシュのアナ・ボティンは父と同じく銀行家となった。2002年から2010年11月までバネストの社長を務め、2010年12月から父親の死去までサンタンデール UK の最高経営責任者を務め、父親の死去後にサンタンデール銀行の会長に就任した。ありがとうございます。